やっと勝ったんはええんやけども、あのー、えどうななないな今,今はあ同率4位です、うん、同率4位です広島と同率4位、うん、一緒に並んでます、うん、あ要は3位まで入らないと CS に出られへんやんかだからねあのー、残り試合も阪神も広島も巨人もこの3チームともに残り20、うんえー、今日は24回やから24阪神あの巨人やってで負けたんやけどね でこの3チームが24日終わって残り試合3試合ずつやねんなどれも阪神も3試合広島も3試合巨人も3試合この3チームが直接もう当たることはなくなりましたというところで、えー、阪神はじゃあ3戦全勝できそうなんかどうなんかってなってくると阪神の対戦相手は残りはヤクルト3試合ヤクルトが あー今、d n a と戦ってて、24、25とね、で24今日かったから、ね、明日二25勝ったら、ヤクルト優勝決まんねん。んヤクルト決まってから阪神と戦ってほしいねん、阪神27日やから、次の試合がな、うそやな、27日やな。そしたら、ヤクルトももう優勝決まったんやから、その一生懸命に戦う必要もなくなるやんか。 あとは CS に対する調整の戦い方みたいなもんやん。うん、選手の調整をだけを維持すればいいやんか。ということは、必死に勝ちに来るわけでもないかなとは思うから、阪神はそれ、そういう状態のヤクルトとは戦いやすくなるやんか。でもね。けたりして。ほんでも3つあって、3つは勝たれへんわな。うん、今年四4割ぐらいしか勝ってないねヤクルトとやって、直接対決で。と、うん、いうことはえで、3試合いうことはや、2つは勝たれへんね4割言うたら。 2つ勝ってしもたらさ、えらいことになるやんか。な、6割ぐらいの勝率になるから。うん、1>, 1試合しか勝たれへんことあるやん。過去のこれまでの勝率でいうと、うん、直接対決の勝率でいうと。そうすると1勝2敗や、阪神ね。で、えー、広島はどこと残ってるかっていうと、中日とヤクルトやと。えー、広島は中日とは10勝4敗で負けてます。 ヤクルトとは8 14敗で負けてます。ということは、あ広島も1勝2敗ぐらいで行くかもわからんな。これやったらね。阪神も1勝2敗やと。広島も1勝2敗になる可能性がなんか高いような気がします。えー、あと、巨人。巨人はどこが残ってるかというと、巨人は DNA で2試合と、 中日が1試合か。巨人 DNA 戦は、あちょっと負けてなえな。中日には勝ってる。ということは、でも最近巨人よう勝ってるからな。調子ええからな。多分巨人は2勝1敗ぐらいで行くでしょ、残り。ということを考慮して、じゃあ、阪神が残りね、もし1勝2敗で、広島もさっき言ったように1勝2敗で、えー、対戦成績が良くないチーム、 どの試合が残ってるということでね。で、巨人が、まあ、巨人もそうなんやけども、でも、巨人は最近調子がいいから、2勝1敗とすれば、巨人の勝率は、えー、4割 9, 9分3厘、4、9、3。で、広島は4割7分8厘、だから巨人の方が多いやね、1勝2敗の場合ね、4割7分8厘。それから、阪神はもう4割7分8厘ということで、 確定するのは巨人になりそうですもうこれは多分、うん、確率としてはかなり高いと思う。90%以上の確率でそのぐらいあると思います。うん、残念ながら阪神は A クラスになりそうにもなくてこの場合でいくと広島と全く同じ勝率になるから阪神は同じ勝率になったら。 負けに CS っていうことで言うと負けになんねんけどビまあその可能性もあんねんけども、あのー、これ CS に出るのに直接対決が絡んでくるんだと思うねんな順位としてはどっちが上なんて言うたら去年の順位を取るんやったら阪神が上になるし阪神と広島はやっぱぴったり同じ数字になるねんだからどっちが5位になるんか言うたらどこで見るかやね その CS 出場に関しては、直接対決であの勝率が高い方は優先権があるね上になるねだけど、順位はどうなるのかな、今年の順位。それちょっとあの調べないとわからないんで、今、ここではペンディングにしておきます。まあ、そうなるとも限らないんで、もしなった場合は、阪神と広島があの同率になって、4割7分9厘か、巨人が4割9分3厘で3位になるという。 こういうちょっと悲しい予想が出来上がってしまいましたまあ、巨人が負けることそれから阪神が勝つことを祈って今後の残り3試合を見ていきたいなとは思っていますこんなところです皆さんも応援してください